はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランドの食べ物飲み物をご紹介してきました。こんにちは。はい、ベルさんこんにちは。あなたは誰なの？ボビーと申します。顔を見せて。今回はホテル宿泊です。今回の動画最後まで見ていきますと、ディズニーパートナーホテル浦安ブライトン、オズモールアワード2023、ビュッフェ部門口コミ年間ランキング1位、中国料理カカン、ランチオーダーバイキング、さらに家族や友達と泊まりたいアットホームルームイーストベイビュー、朝食ビュッフェ付き1泊、こちらが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧できると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。今日はホテルに宿泊します。泊まるホテルはディズニーパートナーホテル浦安ブライトンホテル東京ベイです。以前3メートルのバスタバがついた19階のお部屋、ザ・プールバスに泊まらせていただきました。今回も浦安ブライトンさんのご協力でファミリータイプの客室に泊まらせていただきます。そしてさらにホテル内のレストランで中国料理のランチオーダーバイキングをいただく予定です。非常に楽しみですね。浦安ブライトンホテルは新浦安駅が最寄りです。前回は電車で向かいましたので、今回は無料のシャトルバスで向かいたいと思います。英断ですね。ちなみに本日の天候は快晴、現在時刻は12時10分です。今日もたくさんのゲストが舞浜駅に来ております。今回泊まらせていただく浦安ブライトンホテル、なんとじゃらんネットランキング2022泊まってよかった宿大賞、千葉県で3位を獲得されました。おめでたいですね。泊まってよかった宿大賞3位ということは、泊まってよかったと思う人がたくさんいるということです。ミッキーに遭遇しました。はは、今日はホテルに行くのかい？浦安ブライトン、お部屋のお手洗いウォシュレット付きか、見といて。それではこのままディズニーランド方面に歩いていきます。今日も最高気温は30度超え、めちゃくちゃ暑いです。ミニーちゃんがいました。一緒に浦安ブライトン泊まりたいですね。泊まるときにお風呂に好き。リゾートラインがやってきました。ちょうど今リゾートラインが走っている下あたり、あのあたりにバス停があるんですが、そこからバスが出発するようです。なので階段を降りまして、バス停方面に歩いていきます。階段を降りました。このまままっすぐ正面がディズニーランドです。こちらがバスのインフォメーション、ディズニーランド前から出発するバスの行き先、そして乗り場を教えてくれます。浦安ブライトンホテルは左下の7番です。7番のバス停から出発するようです。ちなみに私が今いる現在地はこちら。7番のバス停は道なりに歩きまして5つ目のバス停です。一番角っこにあるバス停です。それでは7番のバス停に向かって歩いていきましょう。今日はお昼にホテルのレストランで中華のオーダーバイキングをいただきますので、朝食は食べていません。絶食ですね。ああ、どうしました？到着しました。こちらが7番のバス停、浦安ブライトンホテル東京ベイ無料シャトルバスの乗り場です。こちらが無料シャトルバスの時刻表。このバス停からホテルまで所要時間は約15分です。バスは毎日運行中、午前中の時間帯はだいたい20分に1本、午後になりますと1時間に1本、夜になりますとまた約20分に1本となるようです。ちなみに現在時刻は12時20分です。次のバスは12時30分発なので、あと10分ほどこちらのバス停で待ちたいと思います。今日はめちゃくちゃ天気がいいので非常に気持ちいいです。バスがやってきました。今正面に見えているバスが浦安ブライトン行きのシャトルバスです。それでは早速バスに乗っていきましょう。今日はこちらの窓側の席を確保。それではディズニーランドから浦安ブライトンホテルまで無料シャトルバスをかっ飛ばします。無料シャトルバス非常に快適ですね。とても楽ちんです。ディズニーシーに到着しました。バスはディズニーランドからディズニーシーに行って、そこからホテルに向かいます。僕以外のゲスト皆さんディズニーシーで降りました。ということは運転手さんと2人きりということです。ちょっと恥ずかしいですね。浦安ブライトンホテルが見えてきました。あっという間にホテルに到着です。浦安ブライトンホテルに到着です。こちらに泊まらせていただくのは人生2回目。浦安ブライトンホテル東京ベイはディズニーパートナーホテル、そしてその中で唯一オリエンタルランドグループのホテルです。それでは早速館内に入りましょう。まずはチェックインをしてお部屋に入りたいと思います。
浦安ブライトンホテルのロビーに到着です。ロビーにボビー。一泊二日の一人旅、ランチで中華を食べる喜び、今日は暑いぜドリンクグビグビ、早く食べたいエビ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 。浦安ブライトンホテル東京ベイ、2023年7月11日で30周年を迎えました。おめでとうございます。7月11日生まれ、カニ座ですね。確かに。ホテルのフロント近くにはご覧の通りアメニティも置かれています。浦安ブライトンホテル東京ベイ、最近はこちらから自由にアメニティを取っていくことが可能です。乳液、化粧水、洗顔料、メイク落としや綿棒が置いてあります。それではお待ちかね、お部屋に移動したいと思います。本日のお部屋はアットホームルームイーストベイビュー14階のお部屋です。お部屋に到着です。浦安ブライトンホテル東京ベイ、アットホームルームイーストベイビュー、広さ52平米、14階から19階までの角部屋にあります。最大6名様まで泊まれるお部屋、一泊二日朝食付きでお値段約3万9000円です。それではこちらのアットホームルーム、中の詳細をチェケラしていきましょう。まずこちらはソファーベッドです。こちらは窓際に置いてあるソファーベッドです。さらにもう一つありまして、デスクを挟んだ反対側にも置いてあります。こちらの部屋は最大6名泊まれるので、5人以上で泊まるときはこちらもベッドとして寝ることが可能です。柔らかさはこんな感じ。ホテルの他のベッドと同じマットレスを使用しています。続いてこちらはテレビです。お部屋の角に置いてあるテレビ、サイズも大きめですね。お部屋の角に置いてありますので、ベッドからも見やすい位置にあります。テレビのお隣に置いてあるのがこちら、加湿空気清浄機です。加湿空気清浄機はシャープのプラズマクラスターです。浦安ブライトンホテルは全てのお部屋にこちらの加湿空気清浄機を完備しています。さらにそのお隣はこちら、フットマッサージャーです。前回泊まった時も利用させていただきました。とても気持ちのいいフットマッサージャー、こちらも浦安ブライトンホテル全室に完備。後ほど夜になったら使わせていただきます。それでは続きまして、こちらの一段上がった場所、ベッドを見ていきましょう。先ほどのソファーベッドを含めて、お部屋のベッドはフランスベッドと共同開発、最高品質のオリジナルベッドとなっています。こちらがベッドの枕元です。枕元にはライトのスイッチ、そしてコンセントもあります。続いてはこちら、壁側に置かれた二段ベッドです。こちらは二段ベッドの下の部分です。二段ベッドの枕元、横の部分には小さなライトがついています。こちらのつまみを回しますと、暖かい暖色系のライトがつくシステムです。夜になりましたら、あちらのライトを活用して、ベッドで読書などを楽しむことも可能です。それでは続いて二段ベッドの上に行ってみましょう。二段ベッドの上の部分、登ったのは大変お久しぶりですね。上のベッドはこんな感じになっています。下のベッドと同じく、枕元にはライトがあります。ライトをつけるとこんな感じです。二段ベッドの上、なんだか懐かしい感じでとても居心地がいいですね。今日の夜もこちらで寝たいと思います。上のベッドに寝そべりました。手を伸ばしてみましたが天井には届きません。ちなみに二段ベッドの上の部分から下を見下ろすとこんな感じです。しっかりテレビも見えます。窓の外には京葉線が見えますね。とてもいい眺めです。それでは続いて玄関近くを見ていきましょう。こちらのアットホームルーム52平米なのでとても広々としています。お部屋に入ってすぐの景色はこんな感じです。目の前には小さな台と絵が飾られております。そしてさらに進みますと引き出しが置いてありますね。その上にはスーツケースなどの荷物を置くこともできます。それでは引き出しをチェケラ。引き出しの一番上はホテルの室内着です。こちらのちょうど寝る時に着たいと思います。2段目は空室、そして3段目がこちら、お洗濯、ドライクリーニング、プレスの申し込み書、そしてランドリーバッグです。続いてお隣クローゼットも見ていきましょう。こちらのクローゼットにはスリッパ、そしてハンガーたち、消臭スプレーや懐中電灯などもあります。こちらのクローゼットのライトはセンサーでつくタイプです。それでは続いてクローゼットのお隣食器たちです。こちらの台の上にはグラスが4つ、そしてコーヒーカップも4つ置いてあります。
そしてその隣にはケトル、ティファールのケトルです。先ほどのカップたちの下には引き出し、お茶やコーヒー、お砂糖ミルクが入っています。一番下は冷蔵庫です。コンパクトな冷蔵庫、割と奥行きもあります。それでは続いてバスルームを見ていきましょう。バスルームはこちらのドアの奥です。こちらがバスルーム。お風呂とトイレは別。とても広々としていますね。正面がお手洗い、ウォシュレット付きのお手洗いです。洗面所の鏡も大きめです。こちらはアメニティコーナー。さらにそのお隣にはグラスが4つ置いてあります。アメニティを見ますと、入浴剤やボディスポンジ、レディースセット、ヘアブラシ、そして歯ブラシが置いてあります。洗面台の下にはこちら、椅子も完備。洗面所で身だしなみを整えるときに座りながら準備ができます。足腰に優しいですね。さらに洗面台の下にはお洋服を入れておくカゴも置いてあります。こちらはドライヤーです。ドライヤーはパナソニック製でした。今度はお風呂場を覗いてみましょう。こちらの部屋のお風呂場は洗い場付き。とても広々としたお風呂場ですね。家族でも入りやすそうです。洗い場には椅子も完備。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはこんな感じのラインナップとなっております。水圧もバッチリです。それでは最後にお部屋からの景色を見ていきましょう。角部屋のお部屋なので窓は2つありますね。まず1つ目の窓、景色はこんな感じです。空が広いですね。住宅街が目の前に広がっています。さらに右側に見えるこちらの建物はオリエンタルホテル東京ベイの建物です。あのマンションの上で逆立ちをしているのは私の好きとおる彼女のお父さんです。さらにこちら側の景色は東京スカイツリーも見ることができます。今日も混んでますね。お手洗いも行列になっているのが見えます。それではお部屋の一番大きな窓、ここからの景色をチェック出したいと思います。こちら側の景色も大変開放的。窓の下に見えるのは JR 新浦安駅、電車が通ってますね。新浦安駅とホテルは直結、その通路もよく見えます。駅から出発する京葉線も見えますね。こちらの京葉線が向かっているのは舞浜駅とは反対方面、市川塩浜、海浜幕張の方面です。奥には海も見えます。部屋から見える海ですが、こちらは東京湾。向こうに見えるマンションよりも上の階なので東京湾を見渡すことが可能です。さらに駅の向こう側に見えるのはイオンです。今日の夕飯はあの辺りでいただこうと思っております。それでは続いてランチを食べに行きたいと思います。ランチの場所はホテルの2階です。それがこちら、浦安ブライトンホテル東京ベイ、中国料理カカンです。こちらではランチのオーダーバイキングを楽しむことができます。非常に楽しみですね。ランチのオーダーバイキングは11時半から15時まで、平日大人6000円、土日祝日は7000円、お子様の料金はご覧の通り。お子様は平日、土日祝日ともに同じ料金です。こちらがそのオーダーバイキングのラインナップ。こちらのオーダーバイキングはオズモールアワード2023口コミ年間ランキングで2年連続第1位、実力者ですね。いただくのが大変楽しみです。それでは参りましょう。席に案内いただきました。案内いただいたのはレストラン奥の個室、丸テーブルのお席。中華の丸テーブルは大変お久しぶりです。こちらの個室の席は料金プラス3000円、お隣の個室ともつなげることができますのでかなり広々と使えます。宴会などにも使えそうですね。宴会で使って宴会。こちらがランチオーダーバイキングのメニューです。たくさん種類がありますね。こちらの上の部分のメニューは食べ放題メニューではございません。一度だけオーダーできるメニューです。今回は全部いただきましょう。北京ダック、カニ爪、エビすり土産は土日祝日限定のメニューです。ランチオーダーバイキングなのでお料理を取りに行く必要はありません。食べたいお料理をタッチパネルでオーダーするだけ、大変便利ですね。特に小さなお子様がいる場合はテーブルで一緒に待ってるだけでいいのでとても便利です。それでは早速私も注文させていただきます。タッチパネルはこんな感じ。前菜、スープ、天津、海鮮、肉、野菜、麺とご飯、カテゴリーごとにメニューが書いてあります。写真付きなので分かりやすい。どれにするか迷っちゃいますね。タッチパネルでオーダーするときは食べたい商品のメニューをタップ、そして個数を選んで注文するをタップ。これで完了です。非常に簡単です。
お飲み物の登場です。こちらはジャスミン茶です。ランチのオーダーバイキングにはウーロン茶&ジャスミン茶飲み放題プランもあります。こちらは別途1000円、アイスホットいずれも OK。 お飲み物は直接店員さんに頼むスタイルです。もちろん個別でお酒を注文することも可能です。こちらが前菜の盛り合わせでございますね、はい、お召し上がりください。ありがとうございます。一品目の登場です。今ご説明いただきましたが、季節のチャイナオードブル盛り合わせです。それでは早速お料理をいただきましょう。こちらのチャイナオードブル盛り合わせ、全部で6品ありまして、どれから食べましょうかね。あなたと私、最初にチョイスするものが被ったら相思相愛。荻窪西荻窪。まずはこちら、モロッコインゲンです。モロッコインゲンとてもシャキシャキ、上に乗っている味付けは干しエビとザーサイ和えです。続いてはこちら、自家製広東チャーシューです。チャーシューめちゃくちゃ柔らかいですね。そして一口サイズで食べやすいです。今度はこちら、お野菜の甘酢漬け。こちらのお野菜もシャキシャキ、甘酢で味がついてますので、ほんのりといい甘さ。特に上のミョウガが美味しかったです。こちらはエビですね。エビの味付けは青山椒マヨネーズソース。やはりエビとマヨネーズの相性は最高ですね。一瞬で食べ終わりました。いや、僕はエビだよ。浦安ブライトンに来てくれてありがとう。オーダーバイキング満喫してるかい。こちらはクラゲの冷菜、コリコリで非常に美味しいですね。おかわりしたいです。オードブルの盛り合わせ、最後はこちら、よだれ鶏です。よだれ鶏も柔らかくて非常に美味しい。手前に見えているのは白瓜、夏を代表するお野菜、キュウリのような感じで美味しかったです。カニの打ち粉と、はい、はい、フカヒレのとろみスープでございます。失礼いたします。ありがとうございます。続いて運ばれてきたのがこちら、カニの打ち粉とフカヒレ入りとろみスープです。先ほどのオードブル盛り合わせと同様に一度だけ頼めるメニューです。それでは早速いただいちゃいましょう。いただいちゃいな。スープをすくい上げました。こちらのスープとてつもなくトロトロです。カニの打ち粉とフカヒレが入っちゃってまして、とても濃厚かつお上品な味です。カニの風味がバンバンきますね。ここまでトロトロなスープは初めてかもしれません。カニの風味もたっぷり、香りもすごいです。僕はカニが大好きなんですが、カニ好きにはたまらないスープです。今度はこちら、麻婆豆腐を頼んでみました。自家製豆腐の石焼き麻婆豆腐です。めちゃくちゃグツグツしています。早速こちらの麻婆豆腐も食べていきましょう。こちらの麻婆豆腐は2名様分となっています。麻婆豆腐も本格的なお味、そして熱々です。お豆腐は自家製、麻婆の味が濃いので、それに合わせた自家製のお豆腐を使っているそうです。とても山椒が効いてまして、本格的な辛さ、癖になる辛さです。麻婆豆腐にはひき肉もたっぷりと入っています。それを噛み締めるのが美味しいです。オーダーバイキングにご飯も入ってますので、ご飯を一緒に頼んで食べるのもおすすめです。続いてはこちら、北京ダック、カニ爪エビすり身揚げです。北京ダックをいただくのも大変お久しぶりですね。こちらの北京ダックも1回だけオーダーできるメニューです。一緒についてくる具材はネギとキュウリです。隣にはいつもの北京ダックのおソースもあります。それでは早速北京ダックを巻き巻きしていきましょう。巻きタイム。北京ダック、美味しすぎ。とても香ばしいです。本格中華という感じ。ネギとキュウリがシャキシャキ。ほんのり甘い中華のソースも非常によく合います。何個でも食べれますね。こちらは北京ダックと一緒についてきた、カニ爪エビすり身揚げ。外はカリカリ、中はエビのすり身がたっぷりと入ってまして、こちらも非常に美味しかったです。甲殻類が好きなら、特に気に入ってしまうお料理だと思います。さらに味付けとしては、左の山椒塩、そして甘酢もあります。味変を楽しめちゃうんですね。お塩と甘酢、いずれもエビの味が引き立つ感じで、非常に美味しかったです。続いてのお料理はこちら、フレッシュトマト入り、黒酢の酢豚です。こちらの酢豚、黒酢の酢豚ですが、ちょうどいい酸っぱさでした。あんもトロトロで美味しいです。フレッシュトマトも4つついてきます。こちらのトマトが甘くて美味しかったですね。とても新鮮。糖度の高いトマトです。お次はこちら、イカの大葉炒め。
お茶のイカの大葉炒め。ご覧の通り、一口サイズのイカと刻まれた大葉、お二人が炒められたお料理です。非常にシンプル。シンプルなお料理なんですが、これが非常に美味しいです。今回食べたお料理の中でも、個人的なランキング上位、柔らかいイカ、少し弾力もありまして、とても美味しいイカですね。大葉の香りも非常によくマッチします。イカの大葉炒めのお料理は、こちらのオーダーバイキングで過去に登場したメニュー、お客様からの要望を受けて、再度復活したメニューです。それだけ人気のお料理。あなたもぜひこちらのイカの大葉炒め、食べてみてはいかが？柔らかいイカをいただきましたので、続いてはパリパリしたものを注文したいと思います。それがこちら、二つ頼んじゃいました。揚げ春巻きです。こちらの揚げ春巻き、ご覧の通り、見た目非常にパリパリしてそうですね。実際はどんな感じなんでしょうか？早速食べてみたいと思います。お聞きいただいた通り、こちらの揚げ春巻き、めちゃくちゃパリパリでしたね。こちらの春巻きは、中身の具が皮につかないように、巻く時に空気が入るようにしているそうです。手間をかけた丁寧な揚げ方をしてますので、その分揚がった後に、非常にパリパリな出来上がりになります。とても美味しいのでおすすめです。今度は蒸し物シリーズです。まずはこちら、エビシューマイです。エビシューマイはこちらのお醤油をつけていただきます。お醤油がちょっとポット夫人に見えますね。さらにこちらのからしもお好みで。それではエビシューマイをいただいていきます。エビシューマイも安定のお味ですね。中の具材が結構ゴロゴロしてまして、食べ応えのあるシューマイです。しっかりとエビも感じられてとても美味しいです。今度はこちら、蒸し物シリーズ二つ目、小籠包です。小籠包はこんな感じで平べったい器に乗っています。これがあるおかげでスープもこぼさずにいただくことができます。ありがたいシステムですね。とても食べやすいです。皮の中にはスープがたっぷり。こちらの小籠包はザ・中華という感じで美味しくいただきました。いよいよこちらのオーダーバイキング。お時間も残り少なくなってきました。お料理も終盤戦に突入です。続いてはこちら、キクラゲと豚肉とナスの炒めです。こちらのキクラゲと豚肉とナスの炒め、細長く切られた豚肉がたっぷり、キクラゲもいっぱいありますね。こちらはナスです。ナスのサイズは大きめ、食べ応え十分。この中では特にナスが美味しかったです。浦安ブライトンホテルのこちらのカカン、お野菜が新鮮で美味しいです。キクラゲと豚肉とナス、お三方同時に食べました。キクラゲのコリコリ食感が加わって、お三方とてもいいハーモニーです。こちらのメニューは、6月から8月限定。その他ご覧の料理たち、同じく6月から8月限定メニューとなっています。今度はこちら、先ほどの酢豚と並んで、料理長のおすすめ、エビのマンゴーマヨネーズソースです。エビのマンゴーマヨネーズソース。こちらは特に中国でポピュラーなお料理だそうです。メニュー名の通り、エビの上にマンゴーマヨネーズのソースが乗っています。さらにその上にナッツも乗っちゃってますね。実際に食べてみました。エビのマンゴーマヨネーズ、甘酸っぱいお味です。やはりエビとマヨネーズの相性は抜群。マンゴー風味が加わりますので、より甘さが増す感じです。実際にマンゴーの果肉も入っています。これも甘くて美味しい。ご飯と一緒に食べても美味しそうな感じです。そしてお食事メニュー最後がこちら、あっさり汁そばです。締めを何にするかとても迷いましたが、こちらのあっさり汁そばを選んでみました。その他麺類ですと、旨辛担々麺があります。それでは早速いただきましょう。こちらのあっさり汁そば、メニュー名の通り、とてもあっさりとしたお味。味付けは塩味でしょうか。さっぱりとしています。具材にはネギが入ってまして、そのネギの食感も美味しいです。こちらのあっさり汁そばと、もう一つ旨辛担々麺。いずれも一人分の量なので、最後の締めの料理に、サクッと食べられるちょうどいいサイズ。麺も細くて美味しいので、ぜひ締めに食べてみてください。お食事系のお料理、めちゃくちゃ食べました。お腹いっぱいですが、続いてはデザートです。デザートは別腹です。そのデザートの登場です。南新ベイシンのプレミアム杏仁豆腐バラの香り、果肉入りマンゴープリン、そして揚げごま団子です。
まずはこちらの杏仁豆腐からいただきましょう。南信米信のプレミアム杏仁豆腐、バラの香りです。南信と米信の2種類を使ってまして、丁寧に作り上げた本格的な杏仁豆腐、浦安ブライトンホテル自家製の杏仁豆腐です。浦安ブライトンの自家製杏仁豆腐、どんな感じなんでしょうか。こちらの杏仁豆腐、濃厚なお味、とてもいい風味です。南信米信を使った自家製杏仁、香りがいいですね。中にはフルーツも入ってまして、ラズベリーとオレンジです。甘い果物と杏仁豆腐、この二人が大変よくマッチします。バラの香りということで、バラのジャムも入っています。本格的な杏仁豆腐を楽しみたい方、ぜひこちら浦安ブライトンの杏仁豆腐食べてみてください。デザートの2品目はこちら、マンゴープリンです。ご覧の通り、マンゴープリンの上にはたっぷりマンゴーが乗っています。クコの実も乗ってますね。マンゴープリンはプルプル、プルコさん、お味は優しいお味ですね。細かい果肉がたくさん入ってまして、プルプル食感と果肉の食感、この2つのハーモニーが美味しいです。そして最後はこちら、揚げごま団子です。こちらの揚げごま団子、このままだと中が見えないのでかっぴらきます。かっぴらいた揚げごま団子はこんな感じです。中にあんが見えますね。白いもちもちしたものも入っています。外はサクサク、中もちもち、そして香ばしいごまの香り、非常に美味しい揚げごま団子でした。ごちそうさまでした。こちらの中国料理カカン、今回は個室に案内いただきましたが、その他の席はこんな感じです。ソファー席もあります。本格的な中華料理が食べ放題、タブレットでタッチするだけで簡単にオーダーができます。ぜひこの夏、ご家族やお友達、大切な人と行ってみてください。満腹で寝てしまいました。幸せなお昼寝タイムです。もうすっかり夜になってますね。さっきいただいた中華が消化されましたので、夕飯を食べに行きたいと思います。駅周辺のレストランを探します。外にやってきました。現在時刻は19時57分、もうすぐ20時です。こちらは浦安ブライトンホテル目の前にあるローソンです。24時間営業のローソン、近くにコンビニがあると大変便利です。駅の反対方面にやってきました。いろんなお店がありそうですね。こちらはホテルの窓から見えていた建物、イオンです。こちらのイオンは食品売り場、朝8時から営業、夜23時までやっております。遅くまでやってるのはありがたいです。そんな遅くまでやってていいの？いいの？あれは何ですか？レストランたちを発見。先ほどのイオンのお隣のビル、モナ新浦安です。どのレストランにしましょうかね。あなたと私、レストランのチョイスが被ったら相思相愛。インテル入ってる。ということでお部屋に帰ってきました。こちらはお部屋からの夜の景色、お昼に見えたスカイツリー、ライトアップされています。こちらは駅方面の景色です。やはり窓が大きいのはいいですね。それではお風呂に入りましょう。浴槽にお湯をためます。お風呂を溜めている間にやっちゃうのがこちら、フットマッサージャーです。ウレスブライトンホテル全室完備のフットマッサージャー、これが大変気持ちよくておすすめです。こちらのフットマッサージャーはいろんなコースがあるんですが、僕はいつも機械に丸投げ、自動のボタンを押しています。お風呂に入りました。やはり最高ですね。お風呂から上がりました。大変すっきり。浦安ブライトンの部屋着を着てみました。上下がつながったワンピースタイプの部屋着です。それでは本日は寝ましょう。寝る場所はこちら、2段ベッドの上で寝たいと思います。個人的には小学生時代を思い出しますね。
それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今日も天気がいいですね。現在時刻は6時30分です。これから身支度をして朝食を食べに行きます。朝食会場に到着です。朝食会場はホテルの1階、レストランカシュカシュです。朝7時オープンです。ブレースブライトンの朝食ビュッフェ、2022年楽天朝ごはんフェスで優勝している朝食ビュッフェ、実力者ですね。宿泊していなくても利用できまして、大人3000円、小学生2000円、宿泊している場合はそれぞれ400円オフとなります。席に案内いただきました。早速朝食ビュッフェ取りに行きたいと思います。あ、もうイエス。ビュッフェ会場のお料理、主なラインナップはこちら。スクランブルエッグ、ソーセージ、バジルのソーセージ、鶏つくねと野菜のポトフ仕立て、ベーコンと野菜のホットサラダ、お次はフライドポテトとパンプキングラタンです。牛すじカレー、お隣には福神漬け、色とりどりのお野菜、そしてドレッシングたち、チーズアドレッシングに和風ドレッシング、フレンチドレッシング、そして食べるベジタブルドレッシングです。コーンクリームスープ、こちらはフルーツのコーナーです。パイナップルにカクテルフルーツ、オレンジにグレープフルーツです。そしてシリアル、シリアルにかけるミルクは千葉県産、さらにそのお隣にはフルーツ&ベジタブルジュース、緑の野菜ジュースもあります。その他のドリンクはオレンジジュースにアップルジュース、さらにブドウジュース、ウーロン茶とアイスコーヒーも置いてあります。取ってきましたビュッフェ一発目、777色。こちらは食べるベジタブルドレッシングをかけたお野菜、シャキシャキなお野菜でドレッシングも大変美味しい。朝から健康的ですね。そしてフルーツたちです。パイナップル、オレンジ、グレープフルーツ、どれも程よい酸味と甘みで新鮮なお味。こちらはお魚の南蛮漬け、甘酸っぱい味付けで、さらに柔らかいお魚、一瞬で食べ終わりました。こちらもお野菜、ベーコンと野菜のホットサラダです。ベーコンのほか人参やジャガイモなどのお野菜がゴロゴロと入っています。ベーコンと一緒に食べますと旨味が増しますので非常に美味しいです。こちらはパンプキングラタンです。パンプキングラタンは優しい甘さ、チーズの香ばしさとも大変よく合います。オレンジジュースを飲み干してしまいました。おかわりを取りに行きましょう。ちょっとカッコつけて取りに行きたいと思います。そしてこちらがつくねと野菜のポトフ仕立て、シェフのおすすめの一品です。こちらもゴロゴロ野菜が入ってまして、食べ応え十分、つくねと野菜の旨味も出ちゃってますので、スープも美味しい、栄養価の高い一品です。ごちそうさまでした。それでは続いてビュッフェ2回目、最後は甘いもので締めたいと思います。まずやってきたのはパンのコーナーです。クロワッサンやパンオーショコラ、いろんな種類のパンたち、ファンタチーランドへようこそ。今回はこちらでトーストをチョイスします。そしてトースターで温めます。こちらがそのトースターです。非常に熱そうですね。そして焼き上がったパンにこちらのホイップクリーム、あんこを乗せていきましょう。その他バター、ジャムなども置いてあります。そしてこちら、浦安ブライトンホテル東京ベイ、オーブンフレンチトーストです。浦安ブライトンの朝食ビュッフェ、これを食べずには帰れません。こちらにもトッピングがたくさんありまして、フレンチトーストシロップ、あんこにホイップクリーム、さらにこちらストロベリーソースにキウイソース、ブルーベリーソースなども置いてあります。取ってきましたデザートビュッフェ、ありがとう浦安ブライトン。まずはオーブンフレンチトースト、2022年楽天朝ごはんフェス優勝の立役者です。非常にふっくら分厚いフレンチトーストになってまして、ご覧の通りホットコーヒーのカップ、これに迫るくらいの厚さです。
ただでさえふわとろなんですが、こちらのホイップクリームをつけるとさらにふわふわとろとろ、卵も染みていてめちゃくちゃ美味しいです。浦安ブライトンホテル東京ベイに泊まった際にはぜひこちらのフレンチトースト、焼きたてで食べられますのでぜひ食べてみてください。そして最後はこちら、焼いたトーストにあんこ、そしてホイップクリームを乗せました。こちらの一品見てるだけで幸せになりますね。パンは自分でトースターにかけたので焼きたてで温かいです。さらにあんことホイップクリームは自分で自由にかけ放題です。こちらのホイップクリームとあんが乗ったトースト、このままだとちょっと食べにくいのでブライトン、こちらの焼きたてのトースト、あんことホイップクリームが乗ってめちゃくちゃ美味しいです。あんことクリームのハーモニー、甘党野郎には最高ですね。他にもジャムなどもつけることができますので、ぜひ自分好みにあなたもいろんなトッピングをしてみてください。ごちそうさまでした。それではチェックアウトの時間です。浦安ブライトンホテル東京ベイ、チェックアウトは特に追加精算などがなければカードキーをボックスにぶち込むだけ、非常に楽ちんです。チェックアウトが完了です。今日はシャトルバスには乗らず、新浦安駅から電車で舞浜駅に向かいたいと思います。浦安ブライトンホテルから新浦安駅までは徒歩1分です。はい、ということで今回はディズニーパートナーホテル浦安ブライトンホテル東京ベイ、中国料理カカン、ランチオーダーバイキング、そしてアットホームルームイーストベイビュー、こちらをご紹介していきました。カカンのオーダーバイキングは本格的な中華が勢ぞろい、どの料理も美味しくて大満足でした。個人的に特に美味しかったのが北京ダック、カニの内子とフカヒレ入りとろみスープ、そしてイカの大葉炒めです。タブレットで簡単に注文できますので、ぜひ大切な人と行ってみてください。アットホームルームは景色の良い角部屋、二段ベッドも楽しむことができます。こちらもぜひ夏休みにご家族やお友達と泊まってみてください。宿泊の詳細については動画タイトル下の概要欄に記載しております。こちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見てよかった方はグッドボタン、そうでない方はバットボタンもお願いいたします。視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そうです、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。音声配信やノートもやっておりますので、そちらもぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。